ありがとう。S のワンペアとマーク、ゆうさん、ありがかわいい。ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばん、こんばんは。見えてる？牛肉？食べるならどっちですか？すき焼き派、肉派？私はね、焼肉だな。あんまりね、宇多田家はすき焼きしないんですよ。そう。宇多田家ですき焼きしたことなくて。不思議じゃない？不思議じゃないか。そう、宇多田家はいつも何かあった時は焼肉するの。お父さんとかがお仕事をこう、お休みの時とかは焼肉する、いつも。まあ、なんかイベントやってんのか。そうだね、そうだそうだ。そうだった、こうだった。ありがとう、イリさんもありがとう。これ、あんたあれですか？ またイベントやってるんだね。そうなんだ。なるほど。クルーネックっていうの？これ？これね、買ったんだ、古着屋さんで。ほら、これ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 、アンロケの写真？アンロケの写真発火が。え、アンロケなしメールで送ったやつ、外もなんか上がってる？上がってる？なんか、あ、めっちゃ上がってないか。まあ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 、でもみんなが SNS で上げてくれてますね。サヤリンが出してた。さささささ、高橋さやか、ハッピーバースデー。高橋。まあ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 。マクさん、ありがとう。今日はそうなんですよ。あんたの黒木さんに久しぶりにスタジオに行かせてもらって、めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、本当だ、いる。なんか面白い顔してんな、私。そうなんですよ。クリスマスイブ放送だったっけな。シューアットマークナブヤさん、ありがとう。ニコリ。滝初子の夢、かなたしさん、ありが牛肉。 ありが牛肉、牛肉。ここにナッツがいる。さっきアイス食べてきた。じゃじゃじゃーん。もう開けちゃった、食べちゃった。素直のアイス。一応気持ちはダイエット。 暗くなっちゃった。あ、でもこれでも、あ、でもちょっと暗いね。目に光が宿らないんですね。あ、これはちょっと明るいね。今日ね、そう、撮影をして、帰ってきたよ。ゴリゴリゴリ。すごい、こんな風に注がれるんだ。面白。ありがとう、かきさん、ありがとう、牛肉のタレ。そう。部屋はまだ完璧ではないですね、全く。でもまあ、一旦配信しようかなと思って。来ちゃった。ちょっと筋トレしたい。撮影楽しかったです。すごく幸せな撮影でしたね。ここにニキビがさ出てきちゃって、おとといくらいからつらい、鼻かゆい、つらいです。すごくつらい。目なんかすごい飛んできた。なんか止まってる？そんなことない？そんなことないか？
動いてるか、大丈夫ですか。こんばんは、ありがとう、チョコミントさん、ありがとう。動いてるか、よか、動いてるか。ちょっとネット悪いかな。RK、私の回は私とさやりんとミッサーと川原美咲ちゃんと高橋彩香ちゃんと高橋彩音ちゃんと清水マニアちゃんと服部優奈ちゃんです。ちょっとさ、もう薬もなくなってきたし、皮膚科に行きたいな。皮膚科行きたい、皮膚科。でもまあもうちょっと、うん、本当皮膚科行きたいな。もうちょっといろいろあってどうしようかな。とさまたまか、初楽しさん、ありがお花ね、ピンポイントでベピオちゃんやんないと。今日のメイクのポイントは、まつげを丁寧にやったこと。ほら、わかる？伝わりますかね？丁寧にやった。そう、ピンセットでチュッ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 って丁寧にやりました。だからちょっとまつげが綺麗なんです。ほら綺麗でしょ。綺麗やろ。伝わりますから、ありがますから。 DMM で初の声見ようと思ったら期限切れて見なかった。あら、そうなの。昨日の公演は見れる？あ、昨日じゃない、一昨日の。なんか最近見た涙袋の面白い作り方がね、あってね、ここにね、赤い、あ、間違えた。ちょっと見ちゃう。この涙袋の影をこのティントリップの赤で描くっていう、の TikTok で見つけてやってみてる今。まつげ、あ、やべえ、間違えた、ほら。間違えちゃった。あ、やばい、取れない。ちょっとここの皮膚は弱いから、あ、ちょっと取れない。え、なにこれ、俺がペンライト、こんなんあったっけ。今お話し会やってる、申し込み待ち、難しい、あ、難しいんですけど、難しい。あ、いい感じじゃない、あ、いい感じじゃない。ウルフカットにでもしよっかな。え、 TikTok ちょこちょこごフォローしてる。え、してる、私。そうなのよ、またしてる。え、そうなのよ、よく気づいたね。私 TikTok をさ、これ流して見ててさ、間違えてよくフォローしててさ、あれ、こんな人フォローしてないぞってことが本当にあるの。またフォローしてる、私変、やばいな、それはやばいな。本当だ、またなんかフォローしてる、間違えた、ごめんなさい。またフォローしてる。え、なんぐらい、もう本当にどうしようもできない。え、このかフォローしたっけな、ごめんなさい、これまたもフォローしてないな。やばいやばい、めちゃめちゃいろんな人フォローしちゃってる。誰この人。ああショートカットの方か。マジでね、あつかね、いろんな人フォローしちゃうんだよね、間違えて。で、その、本当にガチでフォローした人もいるんですよ。そう、ガチで本当にフォローしてる人もいて、例えばなんか写真好きな方とか、あとオートミールで料理作ってる女の子を最近フォローしたんですよ。あれは私がオートミールをよく使ってるから、参考になるかなと思ってフォローしたのと、感じなんだけど、あと料理作ってる方とか、あとショートカットが上手な美容師さんが流れてきて、あ、こんなショートカットしたいなと思って忘れないようにただフォローしたりとか、ちょっとそういうのあるんですけど、結構間違えてそれで友達になっちゃうことがあるんですよね。ありがたいことにフォローを返していただくことがあって、そうなるとね、フォローを解除するのがすごく申し訳なくて、そのままにしてます。そのままにしてます。こんにちは、な、誰この方。あー、
そう、あのね、めっちゃ文字があるんだよね、 TikTok って。なんでだろうね。まあいいや。みんな私のフローラー見るんだね、恥ずかしいな。なんま、おん、まあ、やった。わきさん、ありがお花、ありがとう。そう、なんか寝ぼけてっていうかね、なんかフォローした時にフォローしましたとかが全く出ないから気づかなくて、多分コメントとか見るためにコメント欄押す時とかに間違いをしてるんだと思う。あとスクロールする時とかに、そう、マジで間違えちゃうんだよね。とか、なんか本当に、なんか本当間違えてフォローしちゃって、それで相手の方が私のことフォロー返してなかったらいいんだけど、なんかフォロー返していただけるとフォローそれで解除するのも申し訳ないし、そのままにしてます。まあ本当に、いやちょっと本当にこの方のあれは、この方のちょっと動画はちょっとフォローするのはみたいな時はもう申し訳ないですけど、外してもらってますけど、ますけど、まあもう、あ、まあでもこの方はまあいいかなと思って、そのままにしております。フォローされた通知ね、来るけど、そんなあの自分で見ないと分かんないんだよね。そう、なんかなんだろうな、なんかその動画の内容が、まあでも普通に、普通の方、なんか普通の方とかだったらそのままにしてる。まあ普通の方、うん、まあ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 みたいな。なんか私の この性格的に、せっかく相手の方がフォローしてくださったのを解除するのがちょっとできなくて、すいません、かゆいです。こんばんは、こんばんは。 S のアペアとマクイエスさん、ありが牛肉のタレ、焼肉のタレ、宇多田先輩こんばんは、こんばんは。チクミントさん、有効資産ありがとう。あつくちゃん来たよ、イエーイ、ありがとう。あ、まあそういう系はね、確かにね、解除するね。あと、まあ、うん、そうだね、なんか一般の方、一般の方って、まあ一般の方が多いと思うんですけれど、なんだろう、難しいな。まあそこは都度判断でございます。なので私の TikTok のフォローを見て、あ、なんでこの人フォローしてんだろうと思ったら、多分もしかしたら間違えて押してる可能性は結構ありますね。ありありのあっちゃんですね。やっぱりさ、こうね、 TikTok ってさ、自分の興味がある動画も興味がない動画も流れてくるじゃん。そして流れて、こうやって流れてくるのをスワイプしてたら、気づいたら押してるんですよ、押してるんですよ。そう、そういう系はまだフォローしたことないですね、私は。うん、そういう系はないかな。結構なんかバズってる動画を出してる方の方とかを待っていてフォローしたことあるけど、まだそういう系ないですね。カッキーさん、ありがレインボースター。そう、ファンの方はフォローしたこと未だに今んとこないと思います。ファンの方ってあんま動画とか上げないから、間違えてフォローすることがないんですよね。そう、だからあんまないかも。あ、4日連続配信おめでとう、ありがとう。え、そうなんですよね、間違えてフォローしちゃうの、これ悩みなんですよね、間違えてフォローするの。なんかフォローするときだけなんか設定を変えてほしいですね、なんか間違えて、びっくりした。ありがとう、わさぴさん、ありが牛肉のタレ、間違えて焼肉のタレ。そうそう、バズったら。でも結構ね、AKB のファンの方が上げてらっしゃる動画流れてきますよ、TikTok で、私のおすすめに。あ、この方めっちゃ見るって方とかも、繋がれてくる。で、そういうか、AKB のファンの方が、私のことフォローしてくださってたら、めちゃめちゃ嬉しいです。なんかフォローされてたら、あなたをフォローしてますって出てくるんですよ、名前の上に、TikTok のこの画面の名前の上に、あなたをフォローしてますって出てくるんですけど、AKB ファンの方が、私のことフォローしてくださったら、ああ、私も AKB48 のメンバーなんだな。嬉しくなる。4日おめでとう、ありがとう。
逆になんか AKB 大好きってやってらっしゃる方で私のことフォローしてなかったらちょっと悲しくなるね。あ、有名人なんか全然メンションしてくださって嬉しいです。私は呼んでくれればチームヨちゃんさん、ありがとう、牛肉ありがとうチームヨちゃん、そう嬉しいですね。あ、足が痛い足が痛いよという感じでございます。あ、でも私そうですね、私の動画が流れてくるのは見たことないからいつか見てみたいちょっと流れてくれるように自分の何ですか出る場所とかいろいろ頑張ります。夢見ないとちょうど30キロ、おお増えたね、もっと頑張らないといけない、もっと頑張らないといけないわ。そう TikTok も頑張ろうと思って今何もまだできてないから早く行動に移さないといけない。フォロワーの意味はね計算しないとね、早く行動に移さないと。うわうわ、古いニキビちゃん治ってないんですよ実は。まあ治ったっていうかこういろん治って新しいのできて治って新しいのできてって繰り返してるから、そう治るは治るんだけど結局こうやって新しいのができるからなんかフル回転してるだけでさ意味ないんだよね治っても。そう今でもメイクで若干隠してる、こっちはでこっちも隠してはいるんだけども出ちゃってるからダメなんだ。編集能力ね、私も編集全然やったことないけど YouTube 初めてちょっとやるようになりました。この前の公演ではすかちゃん気になってインスタもツイッターもフォローした、嬉しい、イエー。じゃあ一人増えたんだね、ありがとう。あ、夢の YouTube 動画ね切り取って使ってもいいですか。あ、それね話してたんだけど全然私たちは使ってもいいですね、うん、使ってもくださっても私が良いです。よく YouTuber さんでやってますよね、 TikTok でつぶやいてください切り取ってやってくださいってやってますけど、うん、ミスだともやってファンの方やってくれたら一番いいよね、嬉しいよねっていう話をしてたんですけど、でもユーナモギョンさんの切り取りとか流れてくるよね。次の夢ミールはワットから編集ミッサーかな。あ、次ね一気に3本上がるかな、うん、どうだろうね。ワクさんありが牛肉ありがとう、ありがわくさん、こんばんは、こんばんは、全然いいよ、ありがとう。そんな感じでございました最近は。え、ね、最近 AKB の切り抜きよく見るよね。え、なんかね、あの私傍観者みたいになってしまって申し訳ないんだけど、こうここ、まあ、そんな見てないんだけど TikTok 始めた時の AKB の動画の数と今の動画の数めっちゃ AKB 今増えたと思う。 TikTok の切り抜きとか AKB の切り抜きねいいよね、面白いよね、私も見ちゃうよ流れてきたら。おやすみおやすみ、そうですよね、一つバズったらいいですよね。そうめちゃ見る、めちゃめちゃ見る、めちゃ見ます最近。ハルピョンとかユナちゃんめっちゃ気になられてる。あーえー、TikTok では見たことないけど、次 YouTube だったら慣れてくるかも、おすすめに流れてくるんですよね。でも私が AKB の動画をよく見るからおすすめにね流れてくるんですよね。私は切り抜かれたことないですね多分切り抜く方が私に興味ないのかな。いえ、私宇多田ハツカですよ。最近は別にその方のチャンネル登録してるとかじゃないんですけど、なんか YouTube 開くと多分私がユーナモギョンさんとか AKB 関連のチャンネルめっちゃフォローチャンネル登録してるから AKB48 のだから流れてくるのかな、そう見て流れてくるです。私もなんか最近はね西川さんの切り抜きめっちゃ流れてきますねめちゃめちゃ流れてくる。入
ってさ、ああいう方ってなんだろうね、自分の好きなメンバーのこと見てて面白いなと思ったと切り抜いてんのかなね。なんかでも幅は広いけどさ、どうなんですかね。それともなんかえ、やっぱ自分が気になってるメンバー見てて面白いとこ切り取ってんのかなね。めっちゃ流れてくる、私もそう YouTube 最近めっちゃ流れてくるよね。ここ半年くらいじゃない、ここ半年くらいでめっちゃ流れてくるようになった。今まで全然流れてなかったね。あれだっていろいろあるし、あの国に入るしね。まあ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 でもああいうの見てファンになっちゃいますよね。ちょっとモザイク、ああいうの見たらちょっとやっぱり私もちょっと西川レイちゃんレイさんの若干ねファンになっちゃいました。モノマネとか面白いなと。モザイクねえ、え、わかる、マツくんも似たんだよね、それ。モノマネしてるの見てさ、めっちゃ似てると思って。え、ミスさんもモノマネめちゃめちゃうまい。ミスさんもモノマネめっちゃうまいですよ。ちょっと一旦さ、自分で切り抜く、一旦自分で自分の配信切り抜くそれだったら、だから配信画面を切り抜くんじゃなくて、自分でここでカメラを設置して自分で面白いと思ったとこを切り抜いてあげる。ちょっと恥ずかしい。ミスさんのね、特徴を捉えるのうまいんですよね一旦自分で切り抜くただね、カメラの容量がえげつないことになるんですよ。まあ一回ね、歌バズでやってたんですけど、最初切り抜こうと思って、切り抜こうと思って自分で切り抜いてショールームをやろうと思ってここにカメラを置いてたんですけど、容量がやばすぎてもうね、カメラも重くなっちゃったし、携帯に映すにも映せなくて、編集しようと思ったんですけど全然ダメでしたね、重すぎてでもカメラも時間が長すぎて途中で切れちゃったりとかしてめちゃくちゃ大変だった。高野さん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。でもああいうのも才能ですよね。あ、こことここを切り抜いたら面白いって才能だよな。あれも自作自演の切り抜き、ワンチャンあれいいですね。それはあの自分がここで撮ってたらさ、それはさ、ショールームの画面やってるわけじゃないから、自分の撮った携帯で撮った映像を切り抜けばまあ問題はないでしょう。うん、それを TikTok とかに自分であげる。でもそんな面白いこと私言わないなそんな面白いこと言わないな自分は、うん、自分で見てて面白いと 思わないもんなってなると難しいんだよなってなると難しいんだよな。うん、高野さん、ありがとう、のりさん、ありがとうな。でもさ、そういう拡散力ってすごいえげつないよねえげつないよね。そう、確かにショールームの理想といいね、そういうのもね、撮りたいよね。そう、だから自分で面白いと思って切り抜くの多分難しいよ。なんかちょっと難しいな、なんかちょっとさ恥ずかしいことになりそう自分でそれやるのみたいな恥ずかしいことになって、人がやってたら、まあ、人が勝手にこうやって切り抜いたやつだから何とも思わないけど、自分が面白いと思って自分が喋ってる動画を切り抜くのはすごく恥ずかしいと思うなんかせめてみんなに今日の配信どこが面白かったですかって聞いて切り抜く、やるなら頭かゆい。ゆるきさん、ありがとう。チームゆうちゃさん、ありがけど。そうだね、リーゼント一回やっとくか。確かに理想と現実ね、
でも私言ってね、言ってあんま変わらないんですよね。まあそうですよね、そういうのあれですもん、ネタだからね、ネタでね。ひらぎさんありがとう。そんなことにミスターに負担かけれないよ。もう今でもお世話になってます。うちの宇多田がお世話になってます、川原さんには。なんかここの触覚がさ、ダサいですよね。なんでめちゃくちゃ悩んでることがありまして、本当に前髪をパッツンにしたいんですけど、なんか心的には前髪をパッツンにしたいんですけど、パッツンに。でもいつかショートカットにするときを考えたら、まだ切んない方がいいのかなって悩んでます。でもショートカットでパッツンもありかな、こういう。いや、まるちゃんだな。まるちゃんだな、まるちゃんだな、それは。でももうちょっと髪の毛伸ばそうかなと思って、予定よりもうちょっと長めに伸ばそうかなって今思ってて、そうやりたい髪の毛が何個か出てきて、なんかそれやろうって考えたら、本当はもうちょっと早めにショートカットにしようかなと思ってたんですけど、そうもうちょっと長伸ばす時間を、まあとなんかヘアドネーションって31センチからは一応できるみたいなんですけど、求められてるのってなんかもっと長い髪の毛みたいで、そうなんか31センチでできるけどショートカットになっちゃうみたいで、やっぱ女の子はロングの髪の毛になりたかったりとかするから、そのロングの髪の毛とかの方がまあ、もちろん需要はあるみたいで、だからもうちょっと伸ばした方がいいかなとも悩んでます。でもただ切りたいなって気持ちもあって悩んでます。でもこんなに伸ばすこともないと思うから、すごく悩む。チョコミントさんありがとう、ありがとう、キヤギのやつ、パッツン好き、ありがパッツン。そうピンクブラウンに染めたい。 おしゃれだね。おしゃれだ。ひゆかちゃんとお揃いの前髪いいね。成人式の理想の髪って、私はもう成人式にこだわってなくて、成人式でこういう状況でいた、状態でいたみたいなのが全くなくて、成人式で例えば髪の毛ロングでいたいとかもなくて、なんかショートでも別にいいかなとも思ってるし、ただ私あんま髪質がそんな綺麗な方じゃなくて、見ての通りなんですけど、結構アホ毛多かったりとか、どうしてもアホ毛が多くなっちゃったり、癖毛が強かったりとか、髪の毛をまとめるのが結構大変なんですよね。だからそこだけはね、早く切りたいなと思ったりもするんですけど、多分私のやりたいショートカットが、可愛い女の子のショートカットっていうよりは結構ね、中性的なショートカットがしたくて、でそうなった時に多分パッツンよりはこう伸ばしてる方がいいんですよね、ここを。ってなるとここを切りたいんですけど、悩みます。そう、カレンちゃんの髪先が伸びてる？髪の毛は根元が伸びるんだよ。ああ。お母さんだった。おかわいい。お母さんから LINE が来てました。イエーイ、お母さん。My mother。That's アイドル路線。ショートカットがアイドルじゃないわけでもないからさ。普通にアイドル、That's アイドルをするわけではないよ。アイドルはアイドルだからね。そう、悩み中です。どういうショートかは秘密。まだ決めてないし。決めてないんですよ、まだ実は。理想、こんなんにしたいなってのあるんだけど、はっきりは決めてなくて、だから秘密というか決まってないんですよね。そう、夢見るの誰かが17をリツイートした。17をリツイートしたどういうことだ、見てみよう。本当だ、
絶対間違えてるやろ。絶対間違えてるでしょ。絶対自分のツイッターの方だと思ったよね。違うかな。やっぱりすげえ。広告すごい。私流れないね。そう、私は流れないですね。私はこの CM には出演しないかな。これはあれですか、流れるバージョンとかあるんですか。あ、ミスターつってたからミスター、もうミスターだろうね多分ね。さあ、そうですね、うん、そう、可愛い系、可愛い系ではなくなるかもね。見た目は、まあ、でも心の中は可愛い系だから、まあそことそこで、見た目がちょっとかっこいい系でも中身が可愛いから、そことそこでバランスが取れるかなって思って。小4の時の私くらいのショート。そう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 、そう、これ間違えてるわけではないのかな。まあいいや、まあいいや、どっちでもいいや。どっちでもいいや。そう、髪の毛悩ん、切ることは決めてるけど、まだすぐ切らないから、多分みんなが忘れた頃に切るかもしれません。ただこの前髪あんまり好きじゃないんですよね。結構メンバーからは好きって言われるんですけど、そう、メンバーからは結構ハッツの前髪薄いのいいなって言われるんですよ。なんかちょうどいいって言われるんですよ。理想って言われるんですけど。自分でハードル上げちゃった。そう、なんかこの前髪の薄さがいいなみたいな言われるんですけど、私的にはあんまり好きじゃなくて、やっぱりさ、鏡を見た時に自分が好きな自分でいたいなっていう気持ちはねあるんですけど、そう、今はあんまり好きじゃないんだよね。どうしようか悩む。多分切ったら本当パッツンになると思います、前みたいに。なんか人間って1日に 0.3 ミリ髪の毛伸びるらしいですよって考えたら、今月に切ったとして切るのがいつになるか分かんないな、分かんないけど、あ、でも大体人間って1センチ伸びるって言いますもんね。1ヶ月で1センチ弱とか人によると思うんですけど、ってことはここをパッツンにして3ヶ月とかだったらこんぐらいか、悩みますね、悩みますね。今11月ですもんね。12月、11月、2月、3月、うーん、悩むよ。悩む。もうショートにしちゃおっかな。いや、まだなんだ、まだやりたいことがある。うん、悩みますね。そう、まだ切れない、今年は切らないと思うけど。へえ、そうなんだ。ただまだヘアドネーションできるほど、多分ギリできるかできないかくらいの長さで、今ヘアドネーションが良いお年をギリできるかできないかくらいの長さ。まあ、切るのは考えておきます。ありがとうございました。パーソナル診断は顔の顔タイプ診断っていうのがあって、
似合う髪型を言われました。でも前髪を上げるのが似合うって言われたんですけど、でもなんかまだ若いから20代後半になったらこのタイプ、今の自分の顔タイプの髪型をやって今はこっちのタイプでいいんじゃないって言われたんで、てかなんかそうですね、前髪上げるの似合うよって言われたんですけど、ちょっと大人っぽくなりすぎるからまだ10代のうちはこっちでいいんじゃないみたいなことで言われました。なんかアクティブキュートっていう方も似合うよって言われて、そっちでもいいんじゃないですかって言いましたね。そうだから、でも私自身はでもなんか髪の毛はもう自分のしたいのにしたいなって思ってます。前髪のパッツンはメンバーにはね結構好評なんでございますよ。好評なんですよ。そう、前髪が重いパッツンの時はねメンバーには好評だったんですよね。見ますか見ますか、のりさんがお花、あれ明日って何曜日だっけ、祝日だっけ、みんな学校とかお仕事お休みですか。ゆろはね、あれ待ってね、ゆろはね似合う色がねあるんですよね。どこ行った、ちょっと書いちゃったんですけど、黒髪と青とかあとアッシュ系が似合っていました。そう、アッシュ系が似合うんだって。でも結構前髪が薄いのが好きな子もいましたね。前髪薄い方が好きとか、あと前髪薄くした方が垢抜けるよって言われたりもしました。あー明日オンライン話があるね。そう言われてみればそうだ。なんか前髪パッツンにしてた時はすごく毎日なんだっけ、あの人みたいって言われてた。誰だっけ、私が前髪をパッツンに切った時はこれですね。見えるかな、見えないな。これですね、インスタに上がってる。は、見えないな。あ、来て、来た。あ、この時の前髪ですね。あとはね、多分ここら辺はね、まだあんま思い切ってない時なんですよ。ここら辺はそういう前髪したいけど、まだここを若干残してる時。何、カレンちゃんルーフカットしたいの？ミッサーが初にもらったスイーツ食べるらしい。マジですか？美味しく食べてね。金髪も見てみたい？本当に？母の方に言われると思わなかった。なんかアイドルの母の方って黒髪が好きっていう方がめっちゃ多いイメージだから、かそういうなんか明るい色とか見てみたいって言われると思わなかったけど、まあタイプによるよね。でも金髪はなかなか挑戦し難しいな。優しいバイト先の方。小松菜奈さんを意識してた時、私は小松菜奈さんのことはずっと好きです。意識も何もずっと好きです。ずっと小松菜奈さんみたいに可愛くなりたいって思ってます。ちょっと顔のタイプ違うけどね。ちょっとボキって言っちゃった方が。あとは私がパッツンにしてた頃は、この時もパッツンですね。そうなんですよ、この時もパッツンなんですよ。ここら辺はまだ切ってない、薄い時。ほらちょっと加工してる。そんなことないよ、そんなことないよ。自撮りアプリだとかね。高野さんありがとう。いいじゃん、バイト先の服着てお話しかしちゃおうぜ。あ、これはねコロナのなっちゃってホテルで隔離されてる時に撮りました。この時はもう隔離期間が終わる、ほんと1日とか2日前でもう熱も下がって体調も良くてあと少しで終わるよって時に撮ったやつなんですけど、この時はいつも前髪パッツンだったんですけど負けてみました。初めて
そうそう、懐かしいな。この時は本当にいろんな方にご迷惑をおかけしちゃったんですけど、本当にね、なって隔離された方が、経験がある方がこの中にいたら分かると思うんだけど、マジで人と会わない時間って辛いんですよもう何日かな、12日くらいずっと誰とも会わないでずっと一人でいたんですけど、もう本当に頭がおかしくなっちゃいそうで、あ、人と接することの大切さを感じました。インナーにやってて可愛い、嬉しい。またインナーカラーはねやろうと思ってるだ。次は何色を入れるでしょう。この子タイプですか。この子はですね、 AKB48 の宇多田ハツカちゃんって言うんですよ。そう、もうね、私一人だったから、ホテルだったから、それもなんかその時、そう、私愛知だったか、愛知に住んでるから、その東京にいた時にかかっちゃったから、愛知に帰れなくて、そうなんですよ、愛知に帰れなくて東京のホテルで隔離させていただいたんですけど、その一人だから、でもなんかお弁当を取りに行く時間があるんですよ。そう、決まりられた時間にこう放送が鳴って、お弁当を取りに来てくださいって言われるんですけど、そのお弁当を取りに行く時間に人と会うんですね。全く会話はしないんですけど、それがあるだけで全然違いました。なんかそのそれまでは本当に誰とも会わなかったんですけど、数日で、その後ホテル移動した時にお弁当を取る時に人と会うようになって、そこからは、そう、みんなコロナに感染してしまって、ホテルで隔離してた方なんですけど、そこ、なんか人がいるのを見るだけで全然違いますね。あとはね、本当に誰とも話してなさすぎて、12週間弱かな、そう、本当に一人なんだけど、ずっと誰かとなんか喋ってる気分になってた。こう寝ながら、あ、そろそろお弁当取りに行かないといけないねっていう話もしたかもしれないけど、そのくらい人と接することって大切なんだなって改めて感じました。ちょこみさん、ありが焼肉のタレとすき焼きのタレ、今日でツインテールの日なの。そうなんですか。そう、愛知で一番可愛く、ありがとうございます。オレンジ似合いそう。本当、オレンジ似合いそう。だいぶ奈々さんかなんかも言ってたから、そうなんですよ。お弁当美味しかったですよ。そう、あとね、めっちゃ朝早い時間に体温とか分かって書かなきゃいけないのが地味に辛かったですね。夜型の人間的には、もう朝7時だったかな、8時だったかな、覚えてないんだけど、ほんとすごい結構早めの時間帯に体温と血圧とかだったかな、測らなきゃいけないんですけど、それで毎回こう放送でこうモーニングコールが起きるんです。測ってくださいって言って、それで寝ちゃって測ってなかったら電話がかかってくるんですけど、それが地味に大変でしたね。眠くて。懐かしい、そんな日もあったな。懐かしい。そう、ただ二度ね。そうですね、インナーカラーはね、もう色決めてるんですよ、実は。インナーカラーも色決めてるんだ。やべえ、39分。まだ。何色かな。今はただその前髪も切るなら、前髪もカットできるインナーカラーのつけれるインナーカラー、私エクステでつけようと思ってるから、染めるのがちょっとね、めんどくちゃいなと思ってて、そう、染めるんじゃなくてインナーカラーはエクステでつけようって思ってるんですけど、そのエクステつけれて前髪カットできる美容室さんを今探してます。こういうのなんかさ、急にやってファンの方をびっくりさせた方がいいのかな。もう言っちゃった全部もう言っちゃったよ。まあいっか。ひできさん、ありがとう。何系でしょう。秘密です。また楽しみにしててください。なんだっけね、測るやつ名前忘れちゃった。またありがとう。前回の本数増やす、増やさないかな。そのままでいくかな。多分5、何本でやったっけ、あれ。多分5本でやったんだよね。ここ5本で自己計10本やったんですけど、
合計10本やったかな、多分5本5本だった気がする。ただあの時の反省点は何だろう、ここら辺にもつけたんだ私、ここら辺にもつけて、あぶゆゆゆ、でもここだけでいいかなって思ってる私は、ここだけつけれればいいかなって思ってます。次はアイナーカラーはね、ファンの方あんまり好きじゃないかなって私は思っていたんですけど、まあでも多分ファンの方もいろんな方がいらっしゃって10人十色だと思うので、多分あんまり好きじゃなかった方もいたとは思うんですけど、なんか結構ファンの方でインナーカラーまたつけないのって言われることが多くてびっくりしましたびっくりしました、言われると思わなかった、そんな嬉しいです、ありがとうございます。まああとはね、ハッツが何してもいいよっていう方もいて、 ありがとうございます、優しい。そう髪の毛ね、染めるのは私もあんまり、髪の毛もともと黒髪で何もしてないのに傷んじゃってるから、これ以上痛めたくないなってのありますね。チームヨーチェさん、ありがすぎやぎ。そう、クモトギトギつけてた、俺好き、おしゃれ、嬉しい、ありがとう。そう、奇抜だよね、不自然。まあ多分美容師さんと相談ですよね、どうやってつけるかは、うん、まあどうせ多分任せると思いますけど。グレー似合ってた、嬉しい。あれはね、シールでつけるんですよ、こうシールがここの毛先についてて、こういう感じで、でここ髪の毛をこうやって挟むの、すんごいね、髪の毛のね、挟む髪の毛めっちゃ薄いんですよ、だからね、こんな細くて大丈夫ってくらい細い、こんくらい、本当にこんくらい、いやもうちょっと少ない、こんくらいをシールでこうやって挟むんですよ、ちょっとついてくるみたいなやつです。次のやりたい色はね、楽しみにしてて楽しみにしてて、これだ最近私あんまインスタグラム見ないんですけど、インスタグラム見てて、そう、あんまインスタグラム見ないんですけど、なんかを調べるためにインスタグラム開いて、こうなんか見ないっていうのは、なんかメンバーの投稿を見ないとかじゃなくて、なんかインスタグラムを使って美容室さんを探したりとかあんまりしなくて、でもなんかちょっと調べてみようかなと思って調べてみたら、すごい可愛い髪の毛があったので行ってみました。インナーカラーもなんかインナーカラーでやってたよってメンバーの方にもちょこちょこ言っていただけるので、あ、似合ってたんだなと思って嬉しいです。よくインナーカラーはこう男性があんまり好きじゃないとか流れてくるんですよね、ネットで。だから私はまあつけるときはね心配でしたけど、まあでもあんま好きじゃないかと思ってもいらっしゃるとは思うんですけどね。でもまあ皆さん優しいんで言わないだけだと思いますけど、かわいかったらオールケー。そうだね、ももちゃんの車マスクかっこいいよね。そうだね、そう、家族からの評判は、私の家族は特に干渉してこないんであんま何も言われませんでしたね、うん、なんかいいねとも言えなかったし、何つけてんのとも言われませんでした何も言えなかったな、あんまり覚えてない。昨日いつの DM 送った？昨日見たよ。昨日だよね、多分あれ送った。でも最近ね、日付、昨日見た、見たよ。多分昨日、うん、昨日見たみたいな。のりさん、ありが、焼肉。そう。あ、全部染めればいい。まあ、またね、それとこれとはまた違うのかな、なんか。そう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 。数一勉強するなら数三勉、数二数三も。数日に、全部勉強すればいいみたいな感じで、で、なんかそう、またジャンルが違って、なんかちょっと違うんですよ。全部染めるの、なんか、なんだろうな、中途半端っていう感じじゃなくて、これはこれ、これもこれ、みたいな感じで、結構別物なんですよね。そうなんですよ。AKB ポテトは結構比較的自由ですよね。うん。20日、の姉は染めたりするの。私の姉はですね、染めてますけど、就職活動してたんで黒髪ですかね今は。でもなんか染めたって言っても茶髪くらいしか染めてないから、あんまり
派手な髪の毛とかは全くしてないですね。そう、私の姉は私にちょっと似てるかも。似てるね。似てるな。似てるけど、ちょっと顔のジャンルがちょっと違うかな。でも似てます。不意の瞬間が似てる。あんまり私のお姉ちゃんの情報みんな知らないだろうな。あんま話さないから確かに、インナーからね、白い出たかな、白が生えてるよっていじられたことはありますね。まあでもまあまあ、そこはね、いろんなね、捉え方があって面白いなっていう。そう、エスティーポテトさん黒髪ですよね。でもチームメイトもね、最初は黒髪だったんですよ。チームメイトも私が入った時は髪の毛も染めちゃダメだし、髪の毛も巻いちゃダメだったんですよ。そう、私が入った時巻いちゃダメで、ストレートが決まりだったので、みんなも入って何年か経つから巻くのも髪の毛染めるのも解禁されて今に至る。だから STS ももしかしたらさ、しばらく経ったら解禁されるかもしれない。奇抜な色ね、今はね特に何かやりたいのはないんだけど、インナーからしか。いつかやってみたいよね。お姉ちゃんは結構ショートカット。そうなの、20日しか経ってないな。ありがとう、なんか嬉しい特別感、イエイ。みんなも撮った、私と神社で劇場来た方。そうそう、さ、ん、長女と三女が同じ系統。いや全然違う、全然違う。長女と 4番目は似てるかもしれない。私は4人姉妹なんですけど、私が2番目なんですけど、1番目と私と4番目がお母さん似で、3番目がお父さん似だから、3番目のお父さん似の方だけちょっと違うかな。いや、どうなんだろう。そう、プレゼントも禁止だったからお手紙だけでしたね。でもね、お手紙だけの時の方がなんかプレゼントが解禁される前の時の、解禁された後に比べてお手紙が多かった気がする。なんか多分お手紙だけだから、お手紙書こうって思う、あの方が思ってくださったのか。でなんかお手紙、そういう振り返ってみたら多かったかも。まあどっちも嬉しいですよ。ゲイ。一番最初に髪の毛染めてたのはやっぱり奈緒ちゃんとかかな。太田奈緒ちゃん、元京都府代表の。やっぱり一番年が上だったっていうのもあって、でもなんか染めたててもなんか焦げ茶とかだから染めてるかあんまないんだけど。3番目はもっと可愛い。可愛いよ、私より可愛いよ。そう、私もね、自分でショート似合わないかなって思ってる。そう、本当は20日の壁写撮ってる、嬉しい。そうなんですよ、6畳は白髪で。そうなんですよね、ちょっとまだらに茶髪も入ってるんですけど、ちなみにあの尾の方は、尻尾の方はあの、なんでか尻尾だけね、黒なんですよ、ベースが。だから尻尾だけアメリカンショートヘアみたいな。私の姉がね、ポコちゃんを拾ったんですけど、なんか姉はずっとアメリカンショートヘアが、アメリカンショートヘアって名前だったっけ。今ショートカットに引っ張られてる。アメリカン、ん、あ、だってアメリカンショート、アメリカンショートヘアって名前だったっけ。ちょっとゲシュタルト崩壊起こしてきたぞ。まあアメショちゃんが買いたくてですね。だからポコちゃんはアメショではないけど、アメショって訳し方なんか面白い。あ、合ってるよねゲシュタルト崩壊起こしてるわそう、アメリカンショートヘア、なんかショートヘアに引っ張られてるかなの。そう、アメリカンショートヘアが買いたかったんだけど、ポコちゃんはまあどう見ても、まあ、雑種じゃないですかもういろんな血が生えてるじゃないですか。でも尻尾だけアメリカンショートヘアにそっくりなのはきっと、私がアメリカンショートヘアを買いたかったから、尻尾だけアメリカンショートヘアになってくれたんだなってお姉ちゃんが言ってましたでもね、ポコちゃんみたいな、ここがこうやって8割の猫ちゃんはね、結構尻尾がね、アメリカンショートヘアみたいに、尻尾だけなんか体は茶系なのに尻尾だけ黒系みたいな猫ちゃんたまにいます。
そう、そうなんですよ、珍しいですよね。そう、ポコちゃん、三毛猫って言うんですかね、ポコちゃんって。どうなんですか、三毛猫か。三毛猫って3色の色だったら三毛猫ですか。ポコちゃんの写真見せるね。どうしようかな、何にしようかな、ポコちゃんの写真。ちょっと漏れてるうちの子を見せないと。ちょっと漏れてる、漏れてるうちの子、こういう時は漏れてるのかを見なきゃ、漏れてる瞬間を見せないと。どれにしようかな。ちなみにうちの愛犬パピちゃんは、あ、かわいい、これね、ポコちゃん、この尻尾がこんな感じでちもちもなんですよ。パピはペットショップです。まあ、あのミニチュアショナウザー山の中で拾いましたって言ったらちょっとびっくりだと思うんですけど、パピちゃんは知り合いの、私の父の知り合いのおとご友人の方がペットショップをやってらっしゃって、そうで、私があの そのペットショップによく遊びに行ってたんですよ、小さい頃。そこの近くに行く機会があったら、その父のご友人のおペットショップの方のところにいつも遊びに行ってて、で、私ずっと動物が小さい頃から好きだったので、もうそこ行くたんびに、あ、ワンちゃん飼いたい、猫ちゃん飼いたいって騒いでたんですけど、で、またそうやって行った時に、若き愛犬パピちゃんがいまして、で、そこも私もまた同じ感じでワンちゃん飼いたいって、まあ、泣きじゃくって、で、まあ、猫アレルギーだったんで、姉が、まあ、ポコちゃん拾ったのは姉なんですけど姉が猫アレルギーだったから、犬だったらじゃあいいよってなってパピちゃんを飼いました。そう、スマホカバーはそう、私が描いたパピとポコちゃんなんだけど、見て、もうね、1年以上使ってるからハゲてきちゃった。あ、もう2年くらい使ってんのかな。そうそう、オス猫の三毛猫はあんまいないっていうね。はい、これが今のパピちゃんです。かわいい、ちょっと写真の、あ、かわいい、こんな感じでカットしたらこんな風に目がクリクリなんですよ。ちなみにね、骨盤が歪んでるみたいでね、あのね、勝った時からこんな感じの座り方するの分かる？あの中堅八甲みたいな座り方ができなくて、いつもなんかお姉さん座りみたいな座り方するんですよね。これはもうね、もう生まれた時からこの座り方。そう、がパピちゃんです。なんか最近お話し会でワンちゃんとか見せてくださる、猫ちゃんとか見せてくださる方が多くて嬉しい。私動物大好きだから、こうワンちゃんとかお猫ちゃん、うちのワンちゃんだよとか猫ちゃんだよって紹介していただけるとすごい幸せな気持ちになる。あ、これはね、貫禄があるポコちゃんですね。こんな感じで動物を2匹、マイファミリーの中に動物が2匹います。そう、そっちの曲、猫アレルギーって曲あるよね。だからなんか猫アレルギーのメンバー多いよ、結構チームホサヤリンとかナナさんも猫アレルギーとか出た気がする。猫アレルギー猫アレルギー、うーん、どう、うん、さあ、そんな感じですね。イエッ。猫ちゃん大変だよな、気ままだからね。そう、切るとね、リーシーを、ご飯は同じの食べないよ。動物、犬と猫はね、肉食と雑食系っていう、もうじゃあ、あの食べるものが違って、確か猫の方が肉食で犬が雑食だから、同じのあげちゃうとダメらしいですよ。ほんとな、もう1時間経っちゃうね。じゃあ終わないといけないですね。結構猫アレルギーの猫好きな方多いと思う。お姉ちゃんもずっと猫大好きだったんだけど、猫アレルギーで、そう、猫の猫カフェとか行ったら目かゆくなったりくしゃみ止まらなくなったりするんだけど、ポコちゃんは拾ったので、ポコちゃんはもうなんか慣れたのかな、体があんまりくしゃみとかしないですね、ポコちゃんと一緒にいる時は。うん、やっぱり免疫がついたんですかね、猫の毛の一緒にいることで。私もね、もともとハウスダストのアレルギー持ってて、犬とかあんま飼わない方がいいみたいな、飼ったらハウスダスト
ひどいかなっていう風になってたんですけど、慣れましたね。なんかでも確かに犬飼ってからの方がハウスダストに強くなったかもしれない。でもこれはもう本当に個人のただの意見なのであんまり真似しないでください。でもそういう方いるんじゃないか。ポコちゃん野菜食べるんですよ、肉食とか言いつつね。食べるんですよ。そう、猫も犬もペットフード以外に人が食べても投げちゃダメって聞いて、ダメですよ、基本的にはダメです。でもなんで人が食べてるのがダメっていうか、なんか食べるものを考えたらあげてもいいやつもいっぱいありますよ。そう、あと例えばなんかさ、うん、そのなんか味付けが怖かったりする、人間の食べ物で、まあ、あと玉ねぎとかネギとか、あとチョコレートとか、そういうあげちゃいけないのもありますけど、例えばなんかあげてもいいやつは結構あります。野菜とかで、あの野菜でも本当に玉ねぎとかそういうのあげちゃいけないのもいっぱいあるんですけど、ニラとか、なんか本当にキャベツとかそういうのあげてもいいんですけど、例えばなんかこの食材は揚げすぎはダメとか、あとそう、人間用に味付けされてるやつは基本的に多分犬とか猫にとっては塩分とかが多すぎるから揚げちゃダメです。そう、ささみ美味しいよね。ポコちゃんは胸肉とか、あ、多分ささみかな、あれはささみを茹でてたらニヤニヤ言って寄ってきますよ、大好き。うちは全然カルビではないけど、コメントさん、ゆこしさん、愛がすき焼き。そう、でもよくわからないよね、うん、一回人間のご飯食べるとまあ確かに食べにくくなっちゃいますね。まあそれさ、そうだよね、人間もそうだもんね。一回素敵なことを分かってしまったらなかなかね。そう、玉ねぎとかはダメですね。へえ、もう少ししたら猫の寿命10年伸びる。猫の寿命10年伸びるの？知らなかった。でも猫って犬より寿命ちょっと長めのイメージです。長めじゃないかな、なんか結構犬で18歳とかあんまり聞いたことないけど、猫で18歳とか結構聞いたことあるから、猫ってちょっと長生きなイメージ。あと犬って結構年取ったら、あ、年取ったなって見た目になるんですよ。なんかちょっと白髪になったり目の周りが。そうでもなんか猫ってあんまり年取ってもね、見た目が変わらないから、あんまり年取ってのわかんないよね。そう、私のそのパピちゃんを飼ったペットショップにはね、看板猫がいて、あのチョコビって言うんですけど、チョコビっていうアメリカンショートヘアがいるんですよ。そのチョコビちゃんはペットショップで売れ残っちゃったんですけど、そのチョコビちゃん今何歳かな、4か5かな、15歳くらいかな。だけど全然見た目が、私ほんと10年以上前からねチョコビちゃんに会いに行ってるんだけど、全然変わらないです。全然変わんない。ちょっと待ってね、チョコビちゃん、チョコビちゃん、チョコビちゃんどこ、あー動画か、今14歳とかか、全然変わんない。ちょっとべちゃかわ、ほらこれ14とか15歳の猫ちゃんだよ。わかんなくね？いや全然わかんないよね。え、全然わかんなくないですか？ほら全然変わらないんですよね、私が初めて会った人。中型犬はすごつかない、確かに。そう、へえ、ゆなちゃんちの猫長生きなんだ。おお、17年来た、それは長生き。私のいとこのワンちゃんは 10歳になる前にお亡くなりになっちゃった。これ結構早かったですね。あ、フローリングでなんかね、あ、滑るのはいけないっていうよね。犬の寿命は長い犬とかあるのかな。でも外飼いの犬のワンちゃんの方は短いのかな。どうなんだろう、わかんないな。そう、確かに横山さんのニャンニャンに似てるかもね、顔。確かにね、確かに似てるかもしれない。かわいいね。これいつ偽、うわ懐かしい、すんげえ懐かしい写真が出てきた。でも2019年ってことは2年前だから高校2年生か。
高校2年生の私の写真が出てきた。なんかまだ子供だな。でもこれを見せたら家族も見えてしまうので見せるらいや。あ、9歳と競争してるからまだ元気元気元気よ。うちのパピは何歳だ今。10歳。10歳来年11歳。ワンワンイレブン。待って、 What time is it now? おー11時2分。1時間か。1時間配信したのか。私は終わりにしなきゃ。いいなぁ、ハスキーとか飼ってみたい、人生で1回は。明日は忙しいかもしれない。明日はお仕事じゃないんだけど予定があって。明日配信できないかもな。明日配信できないや。明日配信できない。明日配信ができないかは。できないでござる。申し訳ないでござる。美人になった、嬉しい。明日は西高東低の冬型の気圧配置になるでしょうですって。最近 UF になる時のツイッターのお知らせメモが出てきた。どういうメモですか。今日から UF ですっていうメモですか。すげえ。キュービューはでもつけようかな。ターンタンタンタン、あ、こっちだな。ターン、あ、ダン、チャキン、 H&M で買ったやつ。指毛あ、指毛は生えてなかった。うんうん、びっくりした、びっくりした。すごい人が寒いらしい。お腹がぐるぐるになった。今日のうちに、イエース、明日会ってまた見に来るね。拝んでおいてください。そうなんですよね。明日はお話しかに出ないから、なんかさ、冬は好きですよ。私雪が大好きで、小さい頃から雪が大好きです。そろそろスケートの季節ですね。そろそろ終わりにしないといけないな。部屋の片付けもしないといけないし、この涙袋を、あ、やっべ失敗しちゃったあ、やべ失敗しちゃったよ。やべ失敗しちゃったよ。なんかちょっと地雷系みたいになっちゃった。えらっ、図書館に引きこもって勉強しに行くんだ。えらいねえ私も勉強とかしないとな。お、北海道行くか。バイト先でお土産に行ってくれるみたいなんで送りますね。ありがとうございます。お話し会の私は結構いつものテンションですよ。あ、でも強いて言うなら朝はちょっとテンション低いかな。朝の一部とかに、あと久しぶりのお話し会だぞ。
お話し会ってどんな感じだったっけって最初にちょっと状況を把握する時間がある。でも基本は普通ですよ。今日いいついてるんだ。へえ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。しょうがないな。どうだ、いいツインテールの日、キャッキーン。どうだ、これで良いか、満足でござるか。愛知県は全く雪降らないですね。お話し会もっと増やしてほしい。お話し会はね、完売しないと増えないんですよ。私の話し会はね、そう、完売しないと増えないんですよね。完売できるように頑張ります。いつかもっと犬に会える機会が増えるように。いい夫婦の日か。今日イニスフリー、あ、ちょうどでもいい話ですよね。今日イニスフリーに寄ったんですけど、イニスフリーっていうのはまあ化粧品ショップなんですけど、ずっと欲しいなと思ってたラーメンがあるんですけど、結局今回も買わなかった。ツインテール、よし、じゃああと2分くらい経ったら終わりにしようかな。一部が楽しいですか。2ですね。天ぷらを塩で食べるくらい2な楽しみ方をするらっしゃる、する方ですね。まあそうですね、2ですね。サイン会はいっぱい来てくれる。そうですね、比較的サイン会が一番多いかもしれない。あ、そう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 、あのアイラインのケースみたいなケース入ってるやつ、こう細長い、あれずっと買おうか悩んでんだよね。もう2年くらい悩んでる。買えよって話だよね、2年くらいだったら。青春のラップタイム刻みましょう。青春のラップタイム、昨日見た。そう、一部は緊張する。本当次のシングルから直接会えるかな、どうだろうな、どうだろう。Hate 少年にでしょにでしょ、 Hate 少年にでしょにでしょ。これちょっとさっきあるかな、やばい、バンされるかな。一部めっちゃ気にするんだよな。あれ良さそうだよね。私もやりたいな、買いたいな。え、買えばよかったかな。まあ、イニスフリーどこにでもあるからいっか。またでもあのエチュードハウスのこういうちょっとごめんね、ごめんね、ついていけなかったら、こういう形のね、こういうちょっと似てるやつが、こういう形のエチュードハウスでもラーメンのメイク取ってて、あ、ちょっと悩んでる。あれもでもメンバーどっちも持ってる人多いんだよな。ミッサーのマブの人、こんばんは、どうも、ごめん、今日もミッサーと会いましたよ。今日もミッサーと、そしてその後おデートしたよ、一瞬だけどね、すぐ帰ったけど。ちょっと思い出した、思い出した。そうだ、初めて、人生で2個目のサプリ買ったんだけど、グッズ買ったりコンサートは行くけど、お話し会はしない俺みたいなのが意外にいるかも。結構多いですよ、私のファンの方でも。お話し会は行けないって方も多いかもしれない。顔面可愛いと思う、嬉しい、ありがとう、嬉しい歌がパラダイスさんみたいになっちゃった。直接会えるようになったら絶対握手会行く、待ってるね。いつでなるかな。エチュードハウスのハンドクリーム、私ハルピョンに昔誕生日プレゼントでもらったよ。それ買ったら私はマジマジの下地買う。マジマジマジの下地、どうなんだっけ、あんな感じのやつか。使ったことないよ私。
ピンクのリプがいいらしい。適当だな。ちなみに私のリップはね、ロムアンドばっか持ってる。これロムアンドっていうメイクの商品です。ロムアンドばっか持ってる。ロムアンドのリップがええねん。好きなのリップはロムアンド。あ、ちなみにアイシャドウもずっとロムアンド使ってた。あ、間違えた、使ってませんでした使ってませんでした、ごめんなさい。使ってませんでした、クリオでした。もうこれはオレンジなんですけど、そう、最近赤系のメイクばっかりしてるから最近は使わなくなっちゃったけど、これも大好きです。だからこれのちょっと赤系のアイシャドウを買おうかなって悩んでます。チメテさん、ありがすぎやき。そう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 、 BL を使ってる人多い。あ、確かに多いかもしれないね。やっぱりどうなんだ。あ、でもあれはめっちゃいいですよね。私は買ってないんですけど、あれはいいですよね。あれ買いたいなって悩んだんで、見たんですよね。今日はですね、今日のリップはですね、最初にね、これを塗るじゃないですか。これ結構赤なんですよ。うん、私リップね、いつも濃いねって言われるんですけど、濃いねってあんまり言われたまに言われるんですけど、今日はなんか調子がテンション上げ上げだったので、これを重ね塗りしやした。すごいから左目気になる。これ気になる。まあ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 、今日クマひどいよね。朝からずっと思ってたけど、あ、私が今欲しいメイクのやつはマックのリップを買ってみたくて。そう、マックのリップが欲しくて。マックっていうメイクのお店があるんですよ。でそこはなんか他の店よりちょっとかっこいい系のメイクのイメージなんですけど、私的にはだからそこのリップは普通のリップよりちょっとツヤ系よりもちょっとマットな、マックだからマットみたいな、ちょっとごめんなさいね、はい、マッチョマットなリップが多いんですけど、結構かっこいい女性がつけてるイメージなんですけど、そこのリップが欲しいんですね。という話で、ではイヤリング買ってきた。330円。そう、最近イヤリングがね、こう私イヤリング結構集めるの好きなんですけど、なんか結構イヤリングが、私結構イヤリングよくつけるから壊れてきちゃってなくなってきたのと、あと大きいイヤリングが欲しくて、シルバーの買ってきた。でもこれめっちゃ適当に選んじゃった。あ、これでいいかなと思って選んじゃった。そう、めちゃくちゃ適当に選んじゃったえ、似合ってるかな、大丈夫。ちょっと適当に選んでしまいました。あ、なんかお姉さんですね、これつけたら。お姉さんすごい、急にお姉さんになりました。ありがとうございます。なんかシルバーで大きいのがいいと思って見てて、シルバーで大きいのがこれくらいだったんですよ。でも可愛いかなと思って、可愛いからこれにしようみたいな感じで選んじゃいました。そうだよね、意外にそういうの、まあ、あと330円だったから、まあ、1個試しに買ってみるにはいいかなと思って買ってみちゃったんですね。なんかすごい思ったよりお姉さんですね。 お姉さんだな、恥ずかしい、なんか恥ずかしいな。そう、イヤリング大好き。イヤリングまた買いに行こう。ゴールドアクセはつけてたんだけど、最近は好き、シルバーが多いかなって感じ。ゴールドもつけてますよ。いや、あの指輪とかもゴールド持ってますし、ただシルバーが今多いかなって感じ。シルバーにハマってるから。高野さん、ありがとう。何つけてもかわいい、ありがとう。あ、ショートカットしたらこんな感じなんだ、かわいい。チームユーチューさん、ありがとうのやつ、ありがとう。そう、わかる、イヤリング1000円だと悩むよね。私もあのね、イヤリングって高いのだったら本当めっちゃ高くいくんだけど、まあ、それ上限はもういっぱいあると思うんだけど、キリがないんですけど、イヤリングって大体330円で安く売ってるのがあるんですよ、お店で。でちょっと高くなると1400円とかになってくるんですよ
で、なんか330円のとこにもあるかなと思っちゃって、1000円超えちゃう、1000円って330円のとこでいつも買っちゃうの私。そう、330円のとこでいつも買っちゃうから、1400円のとこ見たら、うわ悩むってなる。そう、わかる？こんばんは。そう、そう、男性揺れるのが好き。これは揺れるではなく荒ぶる。そう、七号を返してくれてありがとう、ガチャガチャさん。コメントみんなしてくれてありがとうね。そう、330円が一番いいと思っちゃうよね、わかる。そう、ラティスってとこがあるんです、確かラティスって読み方の、あそこが330円なんですけど、今日見たんですけど、あんまり大きいのがなくて諦めて帰ってきちゃった。これはね、よくわかんないブランドのとこだった。見ての通りね、紙袋もねこんな感じで何も書いてないし、センキューしか書いてないけど、そう、ブランドは気にしないの私はね、ブランドあんま興味ないんですよね。そう、ブランドのバッグとか、わかんない、大人になったら興味が出てくるのかもしれないんですけど、なんかブランドのバッグとか、ブランドの、あ、なんか可愛いなと思ったら欲しいなと思うんですよ。もちろんこのブランドだから買いたいって、だからなんかこのブランド、なんかブランドのものが買い、なんかだけど、このブランドのこの服買いたい、可愛いとか、服でこのブランドの服が好きとかあるんですよ、ジャンルとか。でもなんかこのブランドだから買うっていうのはないかも。なんかその、例えば私今好きな服屋さんは、あの HARE って書いて晴れって読むんですかね、晴れっていう服屋さん好きなんですけど、かっこよくて、なんかその服が、その服のブランドが好きなわけじゃなくて、その服のブランド、そのブランドさんが売ってる服が私の好みだから、そのブランドが好きなだけで、その服が他のブランドさんが売ってたら私はそっちも好きになるみたいな感じで、なんか別にね、ブランドあんまり興味ないんだよね。また、でまた大人になったらね、興味が出てくるかもしれないし、なんかそういう大人のヨーヨーが生まれたら興味なんだから出てくるかもしれないよね。そう、でもだから靴とかも適当になんか選んじゃうんですよね。そう、お気に入りのイヤリングが好き。でもね、顔タイプ診断でもお気に入りのイヤリング似合いますよって言われた。ただちょっとこのパーカーに、このトレーナーには似合わないね。そう、そう、私がナナさんとお買い物した時に買ったズボンも晴れってとこで買いました。そう、ナナさんと初めてそこで買った時に、この服屋さんかっこいいと思って好きになった。金属アレルギーはないんですよね。男性もありますよね、かっこいいですよね。そう、あ、お腹がぐるぐるした。そうね、ピントはね、確かにピントの服はあんまり最近は、可愛いなっていつも通るたびに、あ、可愛いなと思うけど、そう、今はあんまりね着なくなったね、減ったね、たまに着るけど減っちゃったね。なんか今はピントとか、もう妹とかがすごい好きだから、妹とかが可愛いって着てるけど、そうたまたま、そう、好きになったデザインが多いなと思った服屋さんがそのブランドだったって感じだから、あ、ごめんね、2分って言って10分も配信とかね。だからなんかよくさ、うん、だからなんかあそこのブランドで新作が出るらしいとかがあんま興味なさすぎてあんま見ないんですよね。そういうのも多分人生の楽しみとしてすごいありだなと思うので、好きなブランドがあるのはすごいいいことだなと私は思いますけど、今はね特にないですね。うん、まあ確かになんか高いブランドのカバンを持ってるメンバーとかすごいかっこいいなとは思うけどね、なんか自分で頑張って買ったりとかしてるのを見るとかっこいいなとは思うけど、まあ今は私は興味ないかな。興味ないかな、なんかそういうなんか興味ないんですよね。もう服なんて安く買えたらなんぼですぜって感じで、なんか本当に気に入ってるやつは結構高いお金で買ってもいいと思うんですよ。でもなんか安く買えたら嬉しくなっちゃう。無印で服買ってす、あ、無印はあんま服買わないかも。靴下買ったけど、最近5本指靴下買った。え、わかる、高いとめちゃくちゃ大事な使うから、ちょっとなんかほつれただけでほつれたってなってすごく気は使うよね。だからなんか私ね、そう、無印買うよ、買う買う、でも服は買わない。
晴れの洋服結構持ってるの。いいね。そう、かきさんありがとうございました。あ、おめでとう。そう、財布、財布、財布もね、私はね、財布はね、今ね、あの、そのマウシーモーシーマウシーの姉妹ブランドみたいなのがあって、なんて名前だったか忘れちゃったんだけど、そこのこのポーチ、財布とポーチが一緒になってるやつがとっても便利なので、これを買いました。そう、これも別にブランドじゃなくて、ショッピングセンターでこういう財布とポーチ、こういうが一緒になってるやつが欲しくて、こう店を歩いてた時にたまたまそのお店で売ってたこのカバンが自分の理想にぴったりだったので、これを買いたいと思って買いました。これはお母さんがプレゼントで買ってくれました。これはなんか祝いで買ってくれました。そう、これからお仕事頑張ってねって買ってくれた。これは4000円くらい安全です。ぜひ買ってみてください。気になる、気になる、まあ、男性、まあ、男性はなかなかあれかな、デザインはちょっと男性向きではないですけど、気になる方はなんて言うの、アズルみたいな、 AZUL みたいな、アズアズルそうそう、そこで買ってみてね。気になったら、これ何色あったかな、他に赤とかあったかな、ワインレッドとかあったかな。これめっちゃ便利だよ。あのね、たまになんかお財布開けづらいなって時はあるけど、これめっちゃ便利。ここに携帯入れて、こっち側にね、こっち側に携帯入れて、こっちにお財布入れて、これだけでね外出れちゃうから、めっちゃ、あそこの服屋さんもかっこよかった、この服屋さんもかっこよかった、何も買ってないけど、これしか。そうなんですよ、みんちむよちさんありがにとう。そうだでしょ、一番正面的。いやでもミスターとかも結構自由大好きなんだから、同じくらいよ。ミスターと今日歩きながらさ、やっぱ服ってさ、3000円超えたら高いと思うよねって話を2人でしてました。やっぱ1900円でよし買うかってなるよね。やっぱ自由だよね、そしたらって言って自由に行きました今日ミスターとハズカがこう服を見てたんですよ。このイヤリングを探してる時に、イヤリングを探してる時に服もいっぱい置いてあって、服屋さん見てて、なんかさ、服屋さん可愛いなと思うんだけどさ、あー多分高いんだろうなって思ったらさ、見る気失せちゃうよねって言ったら、うん分かるよねって言って、私5000円超えても高いと思っちゃうんだよねって言ったら、うん私は3000円超えても高いと思うよって言って、ミツさんが言って、よーしじゃあ自由に行こうかって言って自由に行った結局自由でも何も買わなかった自由でも2人で何も買わずに自由から出てきました。その中に携帯入れたら音聞こえなくない？ああ、私あの、なんだろうな、そんな通知気にしてなかったな。でも聞こえるよ多分。うん。まあそれか携帯だけポケットに入れるでもいいと思うし、私ポケットティッシュとか入れてる。あとは、あった？早い。早いね。これめっちゃ便利だよ。なんかデザインがシンプルだから何の服でも合うしね。そう。女性物の服は安い？男性の服の値段見たことないんだよな。男性じゃ、男性物の服買ったことないからさ、やっぱ違うのか。女性物の、でも GU いって思ったけど、男性メンズ売り場がめっちゃ少なかった、女性に比べて。そう、めっちゃ少なくて、女性の4分の1くらいしかなくて、わあ男性大変だなと思いました。ただ自分は男性売り場の方に行ってないから分かんないんだけど、どんな風に売ってるか。なんかマップ見た時にメンズ4分の1で GU、 あとは全部ウーメンだったんで、ウーマンちゃんだった。そう、びっくりした。ごめんなさん、ありが焼肉タレ。そうなんですよ、びっくりしました。あ、やっぱそうなんだ。あ、まだ女性の方があれなのかな、ファッション気にしてる割合が多いのかな、服とか。あ、でも分かる、メンズの T シャツとか着るのは好きですよ、ダボダボちゃん。
パーカーとか、そう好き。あ、固まってきた。あ、なんだって11時26分あれさっき10分に終わろうと思ってたのに。まあいいか。まあ明日配信しないから許してもらおう。いやもうジョセフは売れるんだね。メンズ売り場どんどん減ってる。それは悲しいな。それは悲しいな。でもさ、男性の服ってさ、女性結構着れること多いけどさ、なんかその小柄大きいものは着れるじゃん。でも女性の服って男性着れないから、なかなか、なんかそのこういうさトレーナー系とかパーカー系だったらまだ着れると思うけど、なんかさあの女性向けに作られてる服を男性が着るのってなかなかさ体型の元々の作り的に難しかったりするから大変ですね。なんか男性用に売られてる T シャツとかパーカーって結構着れちゃったりするから。え、ちょ、着てんの想像してたじゃん。ノースフェイスとか好き？わかんない、調べてみないとわかんないかも。見てみよう。私ね、服のブランド AKB 入るとき何も知らなくて、ユニクロと GU とギャップとあの西松屋と島村しか知らなくて、入ったとき、なんかそれで AKB のさんで私服ファッションするときに、なんかこうアリちゃんに、アリちゃん服が詳しいんで教えてもらったときに、初めてジュエティとフィで知って、でフィントは古着屋さんでたまたま選んだ2作弱の服がフィントで、あ、この服のブランド可愛いなと思ってフィントを知ったのが始まりです。そのくらいね、ちょっとね疎いんですよね、ファッションにね疎いんですよ。あ、でも最初のね、最近 TikTok でもレディースのカーディガン着てらっしゃる男性もいて、結構イケイケでかっこよかったと思います。ぜひそう、カーディガン着てらっしゃる方いたらね、そういういいと思いますね、とてものー、あー、これ見たことある、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 見たことある。そう、今日ミスは可愛かった。まあ、いつもだけどね。いつもだけな可愛かった。一年中ジャージなんだけど結構高い。ジャージ高いよね。今日アディダスのお店も見たけど、アディダスのお店でミスがピッて値札やったら7000円して。この上の服で7000円か。いい値段するんだなと思って。そっ置いときました。そって置いといた。ザラの服は攻めすぎてて着れない。私ザラ大好きなんだけど、服はザラで揃いようかなっていうレベルでザラ大好きなんだけど、あのね、私ねザラが好きだなって分かった理由があって、これも古着屋さんなんだけど、古着屋さんで好きな服選んだら大体ザラなんだよね私。セカンドストリートとかいろんな服が売ってるところで、本当にザラの売り場に行ってるわけでもなくて、あ、これ可愛いなと思って撮ったら、だいたいザラって書いてあって、あ、私ってザラが好きなんだって気づいたのがきっかけ。 H&M は私あんま意外に行ったことないんですよね。イートミーか、イートミーは結構可愛いって感じの服屋さんですよね。あんま見たことないですけど、 GU 腕のところ取り外しできるカーディガンあるの知らないんだけど、見てない今日。どんなあったっけ、見たい。あの GU に売ってるね、編み編みのカーディガンあるの、あのクリーム色の、なんか今 GU カーディガンいっぱい売ってるんだけど、なんか編み目のあるカーディガンがあって、ちょっと毛糸のニットっぽい、あれめっちゃ可愛いですよ。妹がねあれ欲しいって言ってて、三女が誕生日に、私がちょっと大ゲップがプレゼントしたんですけど、なんか毎日着てくれて嬉しいです。そう、毎日着てくれてるの妹が、そのカーディガン嬉しいでしょワークマン、あ、ワークマンって知ってるかも。こんにちは、初見です、切り抜きから来ました。嘘だ嘘だ、ありがとう、来てくれて。嘘でしょ、こんなネタでしょ、嘘だ、こんな早い。そうそうそうドラ、ドラがいいよね、ドラちゃん、ドラいいよね。嘘だ、怖い怖い。
怖い怖い。ユニクロはインナーとかはコスパいい。あ、確かにユニクロはね、なんか柄物とか選んじゃうと被るんですよね。私ね、一回ユニクロでチョコパイの T シャツ買ったんですよ。 笑っちゃった。え、気抜かれたの？私夢の気抜きデビューですか？リュウインさん、本当に見た？本当にどこどこ、え、私夢の気抜きデビューですか？え、夢の気抜きデビュー、みんな祝福、喜んで食べるか、モザイクかけといて、喜んで頑張れないに、メンバー喜んで食べたよね。え、夢の気抜きデビューですか？ちょっと恥ずかしい。ありがとう、来てくれて。そう、チョコパイの服を買ったんですよ、小学校の時に。小学校3、4年、4年生の時かな。で、私なんか人と被るのがね、小さい頃からあんまり、なんだろう、嫌なんじゃなくて、そう、あの、被ってるってことが嫌なんじゃなくて、なんかちょっと一緒のを着てるのが恥ずかしくなっちゃって、恥ずかしくなっちゃうタイプで、なんか、え、なんて被ったんだよっていう嫌とかじゃなくて、なんか一緒のを着てるのがちょっと恥ずかしくて、それで、そう、チョコパイのお母さんにユニクロだから絶対被るよって言われたんですよ。ユニクロだから絶対被るよって言われてたんだけど、でもチョコパイの T シャツがどうしても欲しくて、でどうしても欲しくてチョコパイを買ったら、案の定被りまして、学校に3人くらいチョコパイの服着てる子がいて、3人だよ、小学校に。一番仲いい友達と、一番なんかその時に道挟んでたお友達もチョコパイ着てたし、妹と小学校の期間が被ってたんですけど、妹の同級生もチョコパイ着てたし、めっちゃ恥ずかしくて、それから着れなくて、そのシャツが、あ、エンゼルパイだったかな、それともそう、それが恥ずかしくて着れなくて、着れなくてね、それからちょっとユニクロにトラウマになっちゃって、だからユニクロは、ユニクロで買うときはインナーとかそういうヒートテックとか、あとジーパンとか、被っても分かんないものを買うようにしようって思いました。そう、ユニクロは本当に、なんかもう本当になんですかね、多すぎて、あの、使ってる方が多すぎて、もう人気商品、人気店ですから。本当にもうそうなんですよ。え、みんな調べたの？え、本当に気抜かれてるの私。え、ついに気抜きデビューしちゃったの？マジで。嬉しい。やべ、ダメだ。気抜きはあれですもんね。運営公認じゃないからメンバーが喜んだらさ、いけないよね。モザイク。メンバーが喜んでないよ。嬉しい。これ私が喋ってないからね。私も喋ってないから、歌の発音は喋ってないからね。オレンジ、え、オレンジ、私喋ってないからね。向こうでちょっと、これ喋ってないから、これ私違う声、違う人の声だから、これ私じゃなくて違う人が喜んでるだけだから、これ私じゃないよ。さあ、これ H&M で買った指輪、あ、これ薬指か。薬指でやるとさ、なんかさ、彼氏いるんじゃないかとかさ、疑われちゃうからさ、しないようにしてたのに、間違えて薬指にしちゃった。違うよ。これ H&M で699円で買った6個くらいついてる指輪の一つだよ。そう、ユニクロ、そうなんだよ。みんな調べたの？ちょ、そう、エンゼルパイだったかもしれない、黄色の T シャツのやつ。そう、ごめんな、黄色の出てくるかな、ユニクロエンゼルパイだったかな、出てくるかな、あ、出てこないな、あ、これエンゼルパイだ、やっぱり。え、これ、え、2650円で売ってるんだけど、え、2650円で売ってるんだけど、2650円でチョコパイ売ってる、あ、違う、エンゼルパイ、2650円で売ってるんだけど、あ、オークションで、
やばい、20日乗ろうかな。いやもう捨てたな。残しとけばよかった、2650円で売れたのに。そう、699円くらいだったはず。そうなんですよ。今ね、ジーヌとかもすごいよね、コラボが多くて。今日もコラボ商品めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かったけど買わなかった。3999円したんだけどさ、いや GU にしたら高いなとか思っちゃって。いや GU で買うにしたら、 GU にしたら3999円、いい値段だな。いや GU にしたらちょっと高いなと思ってやめちゃった。いや買ってくれるの2690円くらいで。全然やばい。指輪にはこだわりないの。指輪はまあ、これがこれを選んだ理由はね、ちょっと待ってね、これ選んだ理由はね、あのね、あ、どっか行っちゃったな、ないな。あのね、私そう、シルバー系の指輪が欲しくて。そう、あ、そう、今ピカチュウとコラボしてるよね、可愛いよね。今日見た見た見た。イーブイもいたり、白いトレーナーにピカチュウがここにいるの。ポッチャマ欲しいな。ポッチャマなかったけど、ポッチャマまだ販売してないと思うけど、私ポケモンポッチャマ好きだった。ないな。ここで急に紹介って、ルルルルルル。星空舞お米買ってね、みんなも。鳥取のいただきました。鳥取のお米美味しかったです。買ってください。やばい、終わんないといけない。38分だよ。みんな大丈夫ですか、大丈夫ですか、こんな長くやって大丈夫ですか。ごめんね、長く付き合わせちゃって。あ、でも多分みんな歯磨きしながら見てるくれてると思うんだけど、歯磨きしながら見ててくれていいからね。あの、なんならあれですよ、あのもうお風呂入りながらとか、歯磨きしながらとか、ご飯食べながらとか、もうなんなら音量オフにして画面オフにしていただいても構いませんからね。ハッとポッチャムに似てる、初めて言われた。嬉しい嬉しい嬉しい。でも顔が丸いってことかな。最近顔丸いですよね。ポチャ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 してきたもんな最近。アディショナルタイム30ミニッツ。英語勉強しながら見てるからおかしくないっすよ。 My name is Hatsuka. I'm 19 years old. I 何したっけ今日。 英語弱すぎる。真冬はどんな服装する？真冬はですね、そうですね、長袖に長ズボンですかね。長袖に長ズボンですかね、基本的には。ずっとやってほしい？やだり。でも明日しないから、今日長めにするっていう理由でやって。配信見ても全然太ったと思わない？本当？うん、まあ英語諦めんのの、ノーノーノー。はーい、何話そうかな。あ、I bought this earring。 英語の文法全もうやばいね。勉強してないと人間って衰えてくっていう、これ私が今証明してるわ。やば、勉強しよう、勉強するわ、勉強します。あ、I ate、 何食べたっけ今日。チキン。もう中学1年生の文法やってるよ今私。ポッチャマハッチャマレイチャマ、ポッチャマハッチャマレイチャマ、いいですね。
あー、れちゃんとのコンビ名歌園じゃなくてぽっちゃま、ぽっちゃまはっちゃまれちゃんにしとけばよかったかな。英語以外の外国語で何か喋って、マガダハポンポーニハオお愛にカムサハムリダー、あーマシッソよボンジュール、グラッテあとなんかあるっけ、マリトッツォお会いにマシッソカムサハムニダマリトッツォ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 、ちゃんと過去形使えててさすが。 Thank you, I'm glad 使い方合ってる。あ、ナマステ、オラマリツッツォ、メルシボートリマカシー、マリツッツォ、マリツッツォ、おいしいツォ、マリツッツォ、食べたことないツォ、でも食べたいツォ、マリツッツォ、本格的なマリツッツォ食べたいツォ。初めから英語っぽい英語じゃないのを喋りますね。おー、I'm not, 全然できなかったなんか特技でさえ英語、全然英語喋れないけど英語っぽく喋れるのが得意ですっていう人いるじゃないですか。あれ入れたかった、できないでいいなと。コプンカーコプンカーコプンカー、トリマーカシー、マリトッツォ、ローソンの美味しいよ。おい、それ知らなかった、それ知らなんだ、初めての情報だ。マリトッツォ食べてみてっぞ、シュラスコ、オブリガート、マリトッツォクレンパン、マリトッツォクレンパン、そんなはずはないパン、そんなそんなクリームパンなんて夢壊さないでっぞ、マリトッツォがクリームパンなんて夢壊さないでっぞ。今のエイトで英語が得意なメンバーは誰なんですかね。いないじゃないですか分からないです、誰ですかね、英語喋ってるの想像つかないな。あ、I think 誰だろうな、え、誰だろうな、浜松美奈さんみたいにズバ抜けた英語能力を持ってらっしゃる方がいるかって言われたら誰だ、どうなんだろう、ひーちゃんとか韓国語ペラペラだから英語も喋れたりするのかな。それとまたこれとはまた別か。でもなんかどうなんですかね、新しい2言語を覚えたら英語を覚えるの得意とかなのかな。教科とつか難しいな。大阪弁話せますか。ほな大阪弁だって話せる。あ、これちょっと京都っぽくなっちゃったね。はずないでごわす話せるはずないやん。え、ほんま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 、お、Thank you、Yes, I had. 確かにみゆちゃん話せそうですよね。Oh, sorry, sorry, I'm sorry. あ、そうなんですね。そうなんですよね、私ね帰国子女になってこうか。私ねアメリカに留学に行ってみたいですね。アメリカじゃなくていいんですけど、外国行ってみたくて、まあ別に行けないんですけど、ちょっと誰かさ、私のファンの方でめっちゃ英語得意、英語得意っていうか英語ハーフの方なの、ハーフなのかな、そうめちゃめちゃ英語がペラペラの方がいらして、
そう、全然日本語普通に喋れるっていうか、多分日本の方なんですけど、そう、たまに英語で喋ってくれる。そう、私聞き取りテストさせてもらう、たまに。ああ、そうだよね、 I think that's the なんなんざっとこう、んあれですよね、 I think that's で文つけて、私はこう思います、あれあなたらだとできるよね。家にホームステイ来る、行きたい、英語喋れるようになりたい、絶対行ける、ありがとう。すでに聞こえ必死じゃ、宇宙からそう、今留学中、日本に、地球に。そう、握手会で英会話教室してる。はあ、確かにひゆかちゃん話せそうな感じでもするよね。九州弁話してみて。え、九州弁、え、言っとったと、え、それ私、え、それカレンも行きたいと思ってた、え、それ言ったと、誰か分かっちゃった。意外といけそう。やった、ね、そうそうそう、この話をしようと思ってたのに、最近ね、怪しいサプリ、怪しくないんだけど、サプリを買ってしまいました。今日700円の、知ってるかな、これ、知ってますか、なんか足のむくみを取るみたいな。私はサプリより食事で改善しようとかって思ってたんですけど、いや、ちょっと気になっちゃって、 TikTok で見てたら、知ってるこれ、ここに理系の方いますよね、この効果分かりますね。いや、理系だからって分かんねえよって話ですよねいろんなありますもんね。これなんかね、 TikTok で流れてきたんですよ、なんか足のむくみを改善するってやつ。え、これダイソーじゃないよ、薬局、薬局。私足がね、めっちゃむくむんですよ。だからね、これで細くなっかなと思って買ってみた。怪しくないよね、普通のなんかね、あれらしいですよ、ハーブみたい、ハーブ。ちょ、薬学部の方ここら辺にいますか、薬学部の方いますかね、薬学部の方いますか、あ、いませんか、わかりました。そう、試しに買ってみた。え、全然怪しくないですよ、だって有名なお店です。ただこのメリロートっていう言葉を私初めて聞いて、そう、私初めて聞いたから、え、大丈夫かなと思ったけど、買ってみちゃった。え、メディキュットさ、メディキュットボロボロになりすぎて買わなきゃいけないわ。そう、あるメディキュットも履くんだけどカビが生えたメディキュットね、あの前、あのマジモリで見せた生子おしさん、かわいい、ありがとう生子おしさん、ありがとう生子おし、そう、大丈夫だと思う。そう、カビが生えてメディキュット、オルガンズがさ、めっちゃ出たい、私めちゃくちゃ出たいです。え、なんかあれ、アンケートとかありますか、送ろうかな宇多田ハツカ出たいです、いい。そう、ハツカしか持たないけど、まあ、ハツカ試してみて変わったら60日に全買おうかなって思って。ビタミン C 錠剤はある、あ、ビタミン C 錠剤と合わせて飲んでいいのかっていうのも調べておかないとだよね。まあ、大体こういうのってあれですよね、飲み過ぎなければって感じですか、でも怖いですよね。もう終わりますから皆さん安心してください、強制的に切れるんで、あと10分で強制的にあと10分で切れるんで、皆さん安心してください、配信は終わります。ちむよちゃんさん、ありがとう、寝ないと怒られちゃう、おやすみ、みんなごめんね、夜遅くまで付き合わせてしまって。あ、私と明日早起きしなきゃいけないんだ、私は実は明日早起きしなきゃいけないんですよ。
皆さん聞いてください。実は明日暑くなっちゃう、起きなきゃいけないけど実は私早起きなきゃいけないんですよね、本当。おお。あ、そうなんだ。むくみか、そう、むくみ改善できるらしい。あ、初子のおかげでお腹痛いの治った。よし、私はお医者さんになろうかな。明日はメイクしない、別にお仕事じゃないから。そう、メイクしてたら配信するけど多分しないと思う。よかった、ショールームに時間制限があって。あ、早起きって言ったら朝5時くらい。何言ってんの、早起きっていうのは朝7時にも起きたら早起きだよ。うん、全然大丈夫、優しいね。明日何時に起きなきゃいけないかな。ですね、明日はですね、明日はでも今から片付けもしないといけなくて、最後残りのって考えたら、と1時こんくらいかな。まあ6時くらいには起きときたいですね。6時に起きときたい。付き合ってくださいっていうのはさ、どういう付き合ってくださいですか。あの、配信付き、配信これからも付き合ってくださいってことですか、それとも恋愛的に付き合ってくださいっていうことですか。そうですね、そうですね、すみません、私彼氏はね作る予定がないんです、ごめんなさい、すみません。全然ね、あれなんですよ、アイドルとか関係ない関係、プライベートなんですけど、ちょっと6時に起きて行きたいとこがあるんですよね。なんかね、早く、あ、一回携帯のアラームだけセットしとこう、忘れないうちに。これで寝落ちした時が最悪だから、寝落ちした時のためにアラームだけかけとこう。アラームかけ忘れが一番怖いからね、一番怖いから。あ、そうなんだ、ドボン朝7時前に起きてハート回復する前にゲートしないと、ゲームしないといけないんだ。そうなんだ、何回もかけるタイプの人。うん、私何回もかけちゃう。見る、私のアラーム、ほらほら何回もかけちゃう。ほら見て、私の今までのアラーム歴、こんな感じです、私のアラーム、こんな感じ。ほら、すごく分刻み、もう今までのお仕事の集合時間のアラームだよね、これ全部。こんな感じです。え、みんなこんなんじゃないんだ。私でもこんな感じ。いつもこんな感じで自分の起きる時間のアラームをピピピピピピピってセットしてる。あ、こ、あ、負けてる？よっしゃ。だからね、多分ね、このアラームのセットしてる時間に集合時間があったってことだから、これ3時20分とかに起きた時もあるんだよ。すごくね？これ4時半とかに起きたこともあるし、5時に起きたこともあるし。よく1個であ、あ、すごいな。え、そうなの？シリさんにアラーム全部消してったら楽に消せるの。知らなかったんだけど。でもさ、それしちゃってさ、また二度寝しちゃいそう、私。シリ全部消してって言った後に寝ちゃったらさ、終わりだよね。でも知らなかった、そんなことあるんだ。私シリ使ったことないんだよね。ヘイシリ
あ、消えちゃった画面が。これさ、設定しないとできないかな。ヘイチリ、あ、ヘイシリ、あ、こんにちはって言ってくれた。これなんで音声こうなの。へえ。What time is it now? あれ What time is it now? すみません。あ、すみません。よくわかりません。よし、そろそろ配信終わりにしようかな。そろそろ配信終わりにしようかな。56分。だから決めまえと。11時45分11時45分はなんだ？どういうこと？あ、アラームのってことですか？多分やんなきゃいけないことがあるけど寝落ちしないようにだと思う。多分明日まで登らなきゃいけないことがあるけど寝落ちした時に明日朝起きた時の絶望感があるじゃないですか。あ、やばい、明日も昨日までに登っとかなきゃいけなかったのにっていうのが嫌だから、あのすんごい眠くてでもやんなきゃいけない時がある時にはその 寝ないようにアラームかけてる夜で、ちょっと寝ちゃってもアラームで起きれるようにしてるから11時の自分があるんだと思う。よし、ランキングいこうぜ。13位、ごっちんアットマークハートハートさん、ごっちんアットマークハートハートさん、ありがとう。12位、スノーさん、スノーさん、ありがとう。11位、ジュンヤさん、ジュンヤさん、ありがとう。じゃあ、ありがとうございます。10位、高直アットマーク、あ、間違えた、歌団、歌団パッツンタイ超絶ユウさんいつも名前変わってる高野さん、ありがとう、ありがとうございます。19位、おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとう。なんかめっちゃ光飛んでるね。8位、直樹さん、直樹さん、ありがとうございます。7位、ヒーリーさん、ヒーリーさん、ありがとう。6位、チコミットさんとマーク、猫に生まれて初に拾われたい人生だった、まあ来世頑張ってくださいチコミットさん、ありがとう、ありがとうございます。5位、エースのアピアとマーク、ユウさん、エースのアピアさん、ありがとう、ありがとうございます。4位わさぴさん、わさぴさん、ありがとう、ありがとうございます。3位のりさん、のりさん、ありがとう、のりさん、ありがとうございます。2位チームヨーちゃんさん、チームヨーちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。1位わくさん、わくさん、わくさん、ありがとう。ということで2時間くらい配信してしまってすごく長くなっちゃったんですけど、付き合ってくださった皆さん本当にありがとうございました。でも楽しかったです。また明日早起き頑張っていきたいと思います。ん、ちょうど iPad の充電がなくなりそうだった。ちょうどいいタイミングだ。残り 10% だって。バイバーイ、おやすみ、みんぜみ、おやすみ。